危ない刑事危ない刑事の激用者危ない刑事の激用者とは、テレビドラマ及び映画、危ない刑事シリーズに登場した劇中の車両の項目である。県警の覆面車ここでは、車種はバラバラだが、同じ激用プレート、横浜59世88の04が伊藤。激用プレートを使いますという手法は、劇場版や、モッ d などでも行われている。日産トヨタホンダマツダ。 伊スズ大発三菱日産と与大洲ホンダ三菱松田ベンツ第10話第11話は横浜33な41から59第5話第26話は横浜33な49から51第30話は横浜33比91の36第34話第38話は横浜33371 ゼネラルモーターズフィアットフォード松山ロケ。松山ロケ会での車両提供は、第10話、激突が、愛媛日産モーター。第13話、追跡が、愛媛日産自動車であった。また、放送当時、太陽石油が、時間枠スポンサーであったこともあり、松山市内にある太陽石油空港通り給油所や、菊間町の太陽石油菊間製油所前でもロケを、行った。 長崎ロケこの第31話、深くと、第33話、青函の長崎ロケでの車両提供は、日産サニー長崎販売であった。当時、日産サニー店で販売していた VW サンタナも、登場した。仙台ロケこの第47話、報復と第49話、乱調の仙台ロケでの車両提供は、仙台日産モーターであった。第十九話に登場する、 仙台ロケのレパードは仙台日産モーターから提供された 2000cc の XS2 にナンバーだけ付け替えたものである。この作品の覆面車は屋根とトランクにアンテナを装着している。ここでは主に犯人車両等で登場する車の中には車種は違うのに同じ激用プレートが5種類ある。そのため以下のナンバーは記号で掲載する。 日産トヨタ日産トヨタ日産トヨタホンダ三菱松田鈴日の外国車函館ロケこの第11話結婚の函館ロケでの車両提供は日産プリンス函館販売であった静岡ロケこの第18話魅惑と第21話傷口の静岡ロケでは横浜での激用車を持って行き使用したので地元日産ディーラーからの車両提供はなかった終盤 大下と溶山のトランザムでの逃走シーン、護送車での検問突破シーンに登場した、破壊用白パト。当時の放映枠の番組スポンサーの関係で、覆面車の多くは、松田車が多く登場していた。その他は、激用車レンタル会社の車両を使用していた。港所の覆面車その他車両提供であった、三菱車以外は、激用車レンタル会社の車両を使用していた。 港所の覆面者その他マセラティ以外は、激用車レンタル会社の車両を使用していた。ソフテールスタンダード、最も危ない刑事以来、実に27年ぶりに、車両提供に日産自動車が復活。脚本を執筆した柏原漢字より、今作の復活をいち早く聞きつけた、トミーテックの社員が、最後ならと投影に働きかけ、 日産に話を持ちかけた結果実現したものであることを2015年度東京モーターショー期間中の日産自動車ユーストリーム放送内で語られた。なお、日産から当初はできれば新車のみでと言われていたためにレパードの復活は予定されていなかったが各方面への説得により実現したものである。また、今回の車両提供は過去作と 違い代々的にアピールされ、日産による登場車両を紹介する動画も、東映の協力により制作された。この映画がきっかけでテレビ朝日水曜21時枠、刑事ドラマにて、レンタカーと並行して、再び広報車を使用する形となった。GTR レッパード NV200 タクシー。ありがとうございます。